皆さんに大切なお知らせです。なんとこの度チャンネル隊長ワールドインポートツールズさんで1日店長のイベントをやらせていただくことになりました。日程は3月の11日土曜日から3月12日の日曜日、2日間やります。1日店長なのに2日間やります。時間はそれぞれ土曜日と日曜日でちょっとズレがあるので、詳しくは概要欄に記載の情報をしっかりと見ておいてください。当日は隊長と私が実際に皆さんの接客をしたり、チャンネル隊長のオリジナルのグッズの販売も行う予定なのでぜひ皆さん遊びに来てください。そしてなんとスイスポにちなんだ黄色の工具商品、店内にある黄色いもの 3% オフで買えるそうです。やったー。でこちらのワールドインポートツールズさんでは工具の無料測定もありますので、もしね自分が持ってる工具の数値ちゃんと合ってるのかなとか気になる人はお手持ちの工具持参の上遊びに来てください。みんなが来るのを待ってます。それでは本日の動画の本編どうぞ。今日はね、初めて私が一人でカブちゃんを触ってみたいと思います。今隊長はちょっとお買い物に出かけておりまして、多分ねアストロとかにね足りないパーツを買いに行ったんじゃないかなって思うんですけど、ちょっと隊長が帰ってくるまでの間に私一人でこのカブをどこまで綺麗にできるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。このカブが来てからでずっとね気になってる場所がこう結構あるんですよ。でそれをちょっと今日隊長が不在の間にどれだけ自力で綺麗にこうリフレッシュさせることができるのかっていうのを挑戦していきたいと思います。じゃあとりあえずね現状でちょっと私のこの気になってるポイントをね一つずつ見ていきたいと思います。はい、現在のカブちゃんです。まあホイールはねこの前体調がすごい一人でピカピカにしてたんでホイールだけめちゃくちゃ綺麗なんですけどね、ボディとか結構なんかねちょっと汚れがねこういうとこついてたりとか、なんかねすすけてたりとか、フロントについてる荷台これもサビがねすごいんですよ。これやばいよね、ここえぐい。ちょっとこれはね綺麗にしがいがあるなって思いませんか。それからミラーかな、なんかちょっとこの辺は拭けば綺麗になりそうなんだけど、もうこの辺もちょっと錆びてるね。この錆も落とせるのかな。鏡の部分はね割と綺麗ですね。このハンドル横のねこの辺すごいガビガビ、これ落としたいよね。落とせるかな。いろいろちょっと今日道具は準備してるんだけどね。あとねやっぱこの辺結構擦れてると、まあここ足がね当たるとこなんでだいぶ汚れが目立つかなっていう感じです。この鍵はちょっと分かんないけどでね、この辺りも結構気になるんだけど、ちょっとエンジン周りはね私触るのが怖いんで、ここはちょっとね頑張れないかもしれないな。まあ、あと全体的にボディですね綺麗にしていきたいです。これもね後ろの荷台のサビも取りたいんですけど、サビ取るより塗った方が早そうなのと、ちょっとサスとねくっついてるんで私が外すのちょっと怖いなっていうのがあって、あまり無理はしちゃいけないかなって感じかな。はい、まあ結構ね私あまりバイクの知識がないっていうことで、外せる場所外せない場所を触っていい場所触っちゃいけない場所っていうのがあまり分かってないので、まあ、無理はしない程度にできる限りで頑張っていきたいと思います。それじゃあ隊長が帰ってくる前にちょっと急いでできる限りたくさん磨きたいので、もう巻きで頑張っていきます。はい、じゃあまずね最初に、まあ、全体を軽く水拭きしていこうかなと思います。これはなんかカブのこれめっちゃ普通に手ではあるぞ。これ先に取っちゃおうかな。なんかこれだけだったら私取れそうな気がする。取っちゃった方が拭きやすそうだから。何ミリだろう。サイズが違うやつが2つついてる。8かも。傾ければ回るじゃん。何ミリだろう。12か。
もうカチコチンコじゃん。え、これどラスペン先生、え、こういう時ってラスペン先生でいいんですよね。先生、あ、オッケー。よし、水ぶししたいだけなのに。うん、そんなことある？立ってきたな。ラスペにしてる間に行こう。え、なんかここ取れてね。これなんかカバカバだし、ネジ穴らしきものあるんだけど、いいのかこれ。あ、買いかけちゃった。うわー、これ全バラシしたい。そんな技術ないけど全バラシしたいな。見たい。シート動くし。内側についてるお買い物袋ハンガーみたいなやつ、これもかなり2つともサビサビなんで、ちょっと一回パーツクリーナーで綺麗にしてからサビ取り剤やっていきたいと思います。ね、あの内側についてる部分だったから全然サビがついてないんだけどさ、ピッカピカじゃん。ちょっとこんな緑になっちゃってさ、これ綺麗にしたいよね。全部この色に戻したいわ。塗っていきます。サビ取りクリーナー濡らした後直接つけて厚めに塗り伸ばし、5分から10分浸透させてください。ダイレクトオンでいっか。もうここでつけ置きしちゃえ。わあ、すごい。え、めっちゃジェル、すごい。見て、やば、なんかあの水のりみたいな感じがする。ほら、めっちゃビヨーンって。なんかもう多分手でダイレクトにザバーってやればいいかなって。なんかジェル状って書いてあってさ、もうちょっとあれかなって思ったらマジでのりなんだよね。なんか出すのにパワーがいるレベルの、ぼーちゃんの鼻水くらい粘度高くない？やばいんだけど、塗り広げるのがちょっと大変だから。ねちょねちょ、
な感じでいいのかな。なんかもうちょっとこうここら辺にダバーって出してドバーっと出してきてドボンってつける予定だったんだけどすごい伸びるんだよ。見てこれ、ほらやばくない？めっちゃ伸びる。なんかね、密着度はすごい高そう。なんか変な匂いしてきた。ちょっと酸味のある香りがする。え、これ？あ、これだ。ちょっと酸味がある。こんなもんかな。これで5分から10分ね、置くらしいんだけど、うーわすごいな。おい、はい、じゃあね、サビ取り剤をちょっとつけ置きしてる間に、今度はね、このボディの方をね、綺麗にしていきたいと思います。なんかね、未開封の磨くやつがあったからちょっと出してきてみたんだけど、リプロスっていうところのクリーンイノベーターっていうポリッシュ&コーティング剤です。洗浄撥水コーティングがこれ1本でできるってやつですね。じゃあこれを使ってね、このボディちょっとどこまで綺麗にできるかやってみたいと思います。あ、しまった、ラスベネチャンス忘れてた。ちょっとその前に1回ラスベネチャレンジしていいですか。これ取りたい。さあ、だいぶつけ置きしたラスベネですが、頼むよ頼むよ、本当に。なんでなの、なんでなの、頼むよ。はい、というわけでラスベネチャレンジ失敗しましたので、おとなしくこれでボディを磨いていきたいと思います。ボディにダイレクトオンしてマイクロファイバークロスで塗り伸ばし、優しく拭き上げてコーティングっていうことらしいですね。おお、すごいね、これつや消し塗装にも使用できます。だってオートバイのスクリーンにも安心して使用でき、付着した虫、鳥の糞の洗浄にも効果的です。だって結構オールマイチじゃないですか。なんかね、濡れたボディにもそのまま使えるらしいんで、かなり楽ちんっぽいです。いってらっしゃい。わお、結構出る。なんかシュワッてシュワッてするタイプのやつだ。ツヤが戻るといいんだけどな。え、どう？どう？なんか、ここはツヤ出たんだけど、ここがちょっとまだ惜しいな。どうなんだろう。でもね、なんかツヤがちょっと出てる。この辺もちょっといっとくか。めっちゃ泡になる、すごっ。え、結構ツヤ出るじゃん。あ、いいじゃん。え、出てるよ。なんかここだけちょっと下の汚れが落ちきってなかったからあれだったのかもしれないけど、え、すごいツヤ出る。ちょっと見えてる？ほらほら、すごいツヤ出た。よくない？ピカピカじゃん。いいじゃん。ってなるとやっぱこっちが気になってくるよね。ちょっともう一回水拭きしてソナックスします後で。めっちゃいい。これちょっと全体にやっていきます。全体をね、クリーンイノベーターで磨いてみたんですけど、ちょっとここのツヤやばくないですか。すごいよね、めっちゃ光ってるんだって。すごいね、ツヤ出ました。ちょっとね、ところどころやっぱね、もう塗装面がだいぶそのなんか汚れが沈着してたりとか、そういう部分までは綺麗にならなかったんですけど、ツヤはね、すごい出たんですよ。見えます？これ、このライトがちょうど当たってるとことか、すごいピカピカになったんですよ。ちょっとこっちの方は部屋が暗いからあれなんだけど、この辺とかキラッてしてるの分かるかな、分かるかな。こっちが一番光が強く当たってるんで、ここやばいですよね。かなりね、ツヤ出せました。はい、お次はこちらシートですね。ガバガバのシートなんですけど、これも結構ね、さっき水拭きしたけどちょっと白くなってるところが多くて、これをね、綺麗に磨いていきたいと思います。じゃーん、スナックスのエクストリームレザーケアフォームっていう革専用のなんか保護剤みたいな
やつです。まあ革用のコーティング剤みたいなものですね。今のシートこんな感じで、ちょっと私が影になって見にくいかもなんだけど、この辺とかなんか白いんだよね。ここら辺もね、ほらだいぶちょっと白くなってるの分かるかな、ちょっと暗いかな、まあ、肉眼で見るとだいぶね、なんかなんか白くなってますね、革がっていう感じなんですが、もう革のねツヤが全然なくて悲しい感じなんですけど、このねソナックスでどれくらいツヤが出て綺麗になるのかやってみたいと思います。こんな感じで重みスプレーしていきます。さあツヤ出るかな。あ、でもなんかちょっとしっとり感出てない？ほら、さっきより綺麗になった。ちゃんとね、綺麗に塗れればムラなく綺麗になります。いいじゃん。だいぶ良くなったことないですか？ボディピカピカ、シートもピカピカになりました。結構見違えた気がしなくもないけどな。どうなんだろう。あとやっぱここのサビはどうしても落としたいな。つけたままだけど、ジェルが結構粘度高かったんで、つけたままやっちゃおうかなって思います。はい、じゃあこちらのパーツをね洗い流していきたいと思います。なんかね、これねぬるま湯で一回流せって書いてあったんですけど、ちょっとねここの水道水しか出ないんで、まあしょうがないんで水で流していきたいと思います。なんか多分お湯で流した方が汚れが浮きやすいとかそういうことだと思うんだよね。あ、でも待って、なんかサビ浮いてる。サビ浮いてるっぽいかも。ちょっと見えるかな。なんかねこの辺にねサビがね映った感じがあるんだよ。なんかちょっとジェルがね茶色くなってる場所がある気がしなくもないです。どうなんだろう。でもなんかやや薄くなった感じはあるよ。さっきよりちょっと綺麗になってる。小部品ね一旦洗浄してみたんですけど、やっぱりまだちょっとねサビが残ってるんですよね。サビ取りといったらお前もじくし。私もこれちょっとやってみたかったんだよね。絶対気持ちいいじゃんね。ちょっとね取りきれなかったサビをお前ゴシゴシでゴリゴリ削って落としていきたいと思います。よし、じゃあやっていくぞ。なんか前の動画の中で隊長がさ、これをさちょっと柔らかい石って言ってたじゃん。もう消しゴムっていうよりかはなんかもうちょっと柔らかい石みたいな、ちょっと柔らかい石、あの説明が下手なんですけど、はい、これねちょっと柔らかい石なんだよな。私もそう思う。なんか待って、すでになんかちょっとすごい削れてない？意外とこの一緒にこのお前ゴシゴシも削れていくんだね。なんかここ今削ったところだいぶ綺麗になってない？ほら裏これ、これいけるんちゃう？いけるんちゃう？これならやっぱお前ゴシゴシしか勝たんのでは？すごい、見て、お前ゴシゴシした方、ゴシゴシしてない方、やっぱお前ゴシゴシしか勝たんですわ。さ、最大積載量3キロ、なんとかここをちょっと薄めることだけでも私は今日やり遂げたい。待って、落ちてるんじゃない？これはすごいぬるっとした感覚があるよ。ぬるっとした感覚あるよ。見て、ほら、いいじゃん、落ち始めたぞ。わ、これならいけるぞ、これなら。ちょっとねここ途中やりになっちゃった。半分ぐらいしか落ちなかったな。でもまあここ綺麗になったから、まあ、だいぶねちょっと綺麗にはなったかなっていう感じです。はい、今ちょっとね隊長が車帰ってきた音がしました。この辺若干ちょっと覆われなかったんですけど、まあ、ちょっと帰ってきちゃったのでカメラ構えてやっておきたいと思います。どうもこんにちは。こんにちは。あ、どうも隊長です。こんにちは。こんにちは。今日ちょっとね、はい、ちょっと撮影してました。
あ、はい、隊長が出かけてる間にちょっともうちょっと出かけててくれたら嬉しかったんだけどね。すいません、もう1店舗ハードオフ回ってこなかったな。今日これカブなんか気づきませんか？いや、もうすぐわかるよね。わかる？でもツヤツヤだもんね、これね。お、で、ほんとすごい綺麗になってんじゃん、これでしょう。うん、そうなんです、旦那のカブ勝手に磨いときました。ありがとうございます。あら、なんかすごい懐でわらじを温めてくれる秀吉みたいな。温めておきました。ありがとうございます、信長様。あ、苦しゅうない、苦しゅうない。えー、すごいね。結構綺麗になったと思うんだけど。だいぶ綺麗だよ。うん、すごいな、なんかあれみたい、家具のさ、プラモデルみたい。あー、なるほど。おう、すごいね。特にさ、フェンダーやばくない、うん、そう、フェンダーが一番綺麗になった。すげえ綺麗じゃん。あとシート綺麗だ。え、シート気づいてくれた？え、シートやばくない？これシートすごいよね。すごいじゃん。どうしよう、俺これ貼り直そうと思ったのに。そうだよね。貼り直そうとしとったけど。そうだよ、貼り直さんでも良さそうだな。え、でも穴開いてるから。いや、これも味、味、味か、うん。いや、すごいな。なんか本当は、はい、もう全部パーツばらして、うん、色塗りたかった。色塗りたかった。それは怖いな。めっちゃいい、マフラーも綺麗になってるんだ、これ。ちょっとマフラーもね、磨いてきました。お、すごい磨いてきましたんで、信長様。あらす、磨いてきましたんで。あらす、あらす。いいっすか、ちょっと乗っていいっすか？どうぞ。あ、いいじゃないですか。ね、あ、結構やっぱ輝いてるわ。カメラいいね。めちゃくちゃいいよ、これ。あとさ、お買い物袋かけるフックもめっちゃ綺麗にした、うん。あれ、これ逆じゃねえだったかもしれねえ。逆になってるね、入れ替わってるよ、右側に。俺はいいんだけど、別に。逆だったかもしれねえ。おぉ、走りに行きたい。ナンバーないよ。ナンバーまだ取ってないから。ね、ナンバー取って、自前席取ったら、ね、もうすぐ乗れちゃいますんで。うん、ちょっとエンジンかけとこう。バーン。いいね。いいね。エンジンも調子よくなってる。それは知らない。あ、知らない。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。これでいっぱいいろんなとこ行こうね。そうですね。ボアアップしたら、はい、ST と一緒に出かけようね。そうですね。まあこれ今の状態じゃ本当にもうすぐ批判されちゃうんで。はい。はい。だからせめてもう少し排気量上げたいんでね。はい。はい。頑張りますんで。はい。楽しみに。はい。というわけで旦那のバイク勝手に磨いてみました。やられました。ちょっとね、やっぱ一人じゃできないことが多かったので、ここから二人でやっていきたいな。あ、え、参戦してくれるんですか？嫁、参戦。あ、ありがとうございます。あ、嬉しいな。いや、ちょっとなんかサビ取りがほんと中途半端なのが許せんって。お願いします、じゃあ。はい、あ、エンジン系は僕がやるんで、はい、塗装系はじゃあちょっとお願いします。バラしてくれれば塗る人。あ、うん、すぐ秒でバラします。はい、そんな感じでやっていきますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今日ね、いろいろね、いろんなアイテムを駆使したんで、あの、使ったもの下に全部貼ってるんで、気になるものあったらよかったら見ていってください。はい、概要欄をチェックお願いします。お願いします。あと、私が今着てるパーカーも、あ、若干チャンネル体調パーカー、はい、よかったら、はい、買ってください。はい、大々的に宣伝したり、動画見た人じゃないと分かんないので、はい、送ってますんで、はい、はい、ありがとうございます。それじゃあ、株シリーズまだまだ続くということで、これからもお楽しみに。楽しみに。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と評価ボタンもお願いします。お願いします。それでは皆さん、万全に。バーイ。